こんにちは、あこちゃんです。2人目のジャイナの皆さん、ごめんなさい。昨日動画を作って、今日アメブロにもアップして、大々的にバーンって世の中にプロモートしたんですが、気づいたらアメブロのタイトルがなぜか2丁目のになっちゃってて、本当にごめんなさい。なんかわかんないけど2丁目のジャイナって記憶しちゃったんですよね。動画撮ってる時も何回もあれ、実は2丁目のジャイナって言ってるんですよ。訂正してあるんだけど、でもこれで一層印象がつきましたよね。2丁目じゃなくて2人目のです。皆さん OK ですか？2人目のジャイナ、素晴らしいです。エンターテインメントです。あれがあれこそ本物のエンターテインメントです。本当に楽しかった。もうぜひぜひこの動画を見ている皆さん、2人目のジャイナ、2丁目じゃないです、2人目のジャイナライブ、ぜひぜひ見に行ってください。名古屋の皆さんは、6月9日、あれどういう名前だったっけ、スプリングなんだっけ、スプリングなんか春のね、もう春じゃないと思うんだけど、6月はその音楽祭に多分 ZIPFM が主催じゃないかな、違うかな、またそれはまたプロモーションしますけども、私絶対行きますからね。2人目のジャイナの皆さん、2人目のジャイナの皆さん頑張って。昨日はとっても楽しいライブ、本当にありがとう。これからも頑張ってね、応援してます。じゃあね。英語難民を救うちょっとセクシーな英語インストラクターのあこちゃんシリーズもよろしくね。バイバイ。